レイク・ブエナビスタ、米フロリダ州、11日、日本時間12日、米大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウィンターミーティング、WM が、当地のホテルで開幕。ドジャースからフリーエージェント、FA、になったダルビッシュ有投手、31、の代理人、ジョエル・ウルフ氏は、もう一度、ワールドシリーズ、WS、の舞台で戦えるチーム、を移籍先の条件に挙げ、今季世界一のアストロズなどが候補に浮上した。サンケイスポーツ、会場は、ディズニーリゾート、に隣接する客室総数2200室以上の大型ホテル。ここでの注目は二刀流、大谷ではなく、ダルビッシュだ。大リーグ公式サイトで注目の FA 選手第1位にランキングされている右腕についてて、代理人のウルフ氏は強いチームを優先条件にしていると明かした。彼は勝てるチームでプレーしたいと考えているし、WS でやり返したいと思っている、ヤンキース入りしたスタ。プソンの代理人も務める同氏は、WM 会場で行われた歴史的トレードの会見後、報道陣に取り囲まれてこう話した。彼とは毎日話をしている。新チームを探すのは、簡単なことではない。6年総額1億4000万ドル、約158億円、と言われる相場で駆け引きが続いている模様だ。続きを読む。